皆さん、こんばんは。今回は第55回ですね、えー、と治療技術分野として痛みの、えー、悪化因子を考えるという会を、えー、と設けさせていただきました。 最近のウェビナーですと、赤い石に関するウェビナーを非常に多く取り扱ってきました。特にここ10回ぐらいはかなり増えているというような印象です。まあ、炎症性疾患とパシア、あとまあ自律神経、皮膚刺激、あと,とあの、鎌川先生も糖尿病とパシアやっていただいたのが記憶に新しいところだったなと思います。国章先生からも先筋通症の話題で小学の,あの勉強をさせていただいております。 非常にあの糖尿病とかまあ認知行動療法、運動療法などもあの扱ってはきているんですが、一方であの今回扱っていただくあの栄養に関しても非常にあの重要なあの因子となっております。こちらの方は今日はあは学術局長の小林沙先生にあのご講演をいただいた後とで、皆さんにとあのまあ症例ベース、また日頃の,あの疑問、悩みとももしディスカッションできればいいなと考えております。 はい、そうしましたら、小林大先生、よろしくお願いいたします初めにということでして、おそらく皆さん、学生時代ぶりだなというふうに思われる方も多いかと思いますが、えっと、全くの、えー、このあたりを勉強していくことがない方であっても分かるような概念的なイメージだけお話しします。 そして今回は数日前に事務局より事前資料ということで PDF ファイルをお渡ししているかと思いますがそちらにありますそのページのキーとなるものがございますのでそちらもしよろしければ画面なりお手元なりで拝見しながらまたお話なり症例なりを考えていただければと思っていますそして症例は一応2つ準備してありまして最後のおまけとなりますはじめにと いうことでございますが、えっ、ー、と、先に今回ちょっとあえて申し上げますと、えー、医学的にもデリケートな問題が結構多いです。そのため、あくまで私個人としての、えー、見解であるということを、あの、申し添えます。よろしくお願いいたします。さて、皆様、草食動物は何を食べてエネルギーにしていますか、まあ、これも、まあ、以前のね、事実質問というコミュニケーションウェビナーで、お 聞かれた方は、もう、あここでもちゃんと何って使ってるっていうふうに気づかれる方もいらっしゃるかもしれませんが、ここでね、牛はどうやって生きてますかみたいな漠然とした質問をすることも、ね、あるんですね。ちなみに、並木先生、何食べてエネルギーにしてますか何食べてるんでしょう実は肉を食べてるかもしれないです。情報だもさておきですけど、はい、食べてるもの、ああ直接的にエネルギー変える。 仕組みがあるという、まあ、それぞれってことでしょうかね。はい。そうですね。まあ、こちらのイラ,スイラストがまさに誘導なわけですけれども、まあ、草をね、基本食べております。じゃあ、果たして、その草っていうものは、皆様の概念の中では栄養になるんでしょうか。ここがポイントですね。そもそも草は0キロカロリーということはご存知でしょうか。 いわゆる葉っぱものを食べても、成分、ね、栄養の表示を見ても、ゼロとは書いてあるわけですね。じゃあ、このカロリーというね、例えば1日何キロカロリーにしましょう。糖尿病の患者はどうしましょう、ね。栄養失調の高齢者はどうしましょう。それこそ世代、病状を超えて、まあ、カロリーという、まあ、ベネディクトの式というものが医学でよく使われますが、それの根底となる考え方のカロリーとは何か。まあ、こちらでも書いてあります通り、実は、 ただのエネルギー量です。これは中学生、高校生でも実は学ぶ、ジュールとか、カロリー。あれは本当に燃やしたものですね。ここで実際にね、これ脂肪が燃えているというね、脂肪が燃えるって表現は属的で、科学的、あの、代謝学的に正しいかというとまた別なんですけれども、ここにありますように、1グラムあたりに燃えると、どれだけエネルギー、まあ簡単に言えば空気中の温度を上げるかみたいな、そういった物理的な話です。 で、それが4だったり9だったりすると。つまり、これ、カロリーというものは燃えている物理的なエネルギーということになります。そうなりますと、先ほどの牛の例ですが、草を食べて、それが0キロカロリーなわけですね。もしこれが人の代謝上生命活動に必要なエネルギーだとすれば、餓死します。 これが実はあの栄養学を学んでいくときに多くの方々がなんでっていうふうにあのつまずくところでもあります。では人はどういうふうに生きているのかといいますと、この ATP、ね、ATP、ね、アデノシン三ン酸という日本語になりますが、もう今日は ATP という言葉でもう使います。こちらが生体、体のエネルギー通貨ということで、まあ使われる基本的な単位になります。 じゃあ、これはカロリーとどういう関係にあるのかということですが、ATP というものは、実はいわゆる動物ですね、まあ、微生物とかも含めますが、こういったエネルギーの単位を使って合成分解したり、ホタルが光ったり、筋肉動かしたり、情報を伝えたり、まあ、電球内にみったら発電したり、そしてナトリウム、カリウム、今回やるミネラルっていうのもそういうポンプを輸送したり。 様々なことを実行するためのもう原動力になります。こちらはあのいつもの熊谷の川島先生の動画ですが、まあ、こうやってね、いつものファシアの話ではなく、今回は繊維ではなく、この細胞自体をお話しするために使わせていただいていますが、こういった血管の毛細血管の間に細胞がそれぞれ核、ね、壁を持って存在しているわけです。 こういった細胞一つ一つ、まあ、機質、まあ、細胞外なり、細胞内なりあるわけですが、こういった細胞が生きていくための材料、それが ATP というものを使って体は動かしていると。まあ、そのイメージを具体的に持っていただくために、あえてこの動画を出しております。そして、こういったものが全身をつなげて、ファシアというものが繊維、そして、あの、機質を含めたとしても、従来はパッケージだけのイメージでしたが、 まあ、つないだり、情報伝通したり、痛みに関与する。それはやっぱ細胞だからなんですね。こういったファシアを考える上でも、慢性疼痛を考える上でも、そして脳を考える上でも、やっぱすべて ATP という、このエネルギー通貨っていうところを基本として考えていく。なかなかこういう考えが、今の慢性疼痛なり、疼痛医学系なり、まあ、国内外を含めて、なかなかないというのが現状でございます。 じゃあその ATP っていうのは実際どうやって作られるかですけれども、これは人、人ですね。人の体ではこの二つです。で、なんで人かと申し上げましたかというと、先ほどの牛。牛は実はこういう形ではないんです。実は牛は、あの、胃が、袋四が4つありますが、その中で、 微生物がたくさん生えていて、まあ、ミトコンドリアもね、広い意味では微生物っていう、ね、意味ですが、人の細胞に寄生していて、まあ、うまく一緒に生きているっていう外来種なわけですけれども、まあ、牛の場合は胃の中にあるバクテリアが草を触媒として、まあ、触媒っていうのは反応を促す一つの道具みたいな感じですけれども、草を触媒として微生物が ATP というものを胃の中で作って、それを 順番に胃の4つで順番に回して最後 ATP を体に吸収するという形で草を栄養の元としているんではなく触媒として使っているということになっています。じゃあ人であればこちらの細胞とミトコンドリアというもので ATP を作っているわけですけれどもちょっとここの図が出るとね皆さん一気に眠くなるんですけれどもここはちょっと今日のキーですので頑張ってください。えー 細胞内では ATP2 個。そしてミトコンドリアを使うと36個の ATP。18倍作れる。実はこれが、あの人が、あの海から、そして陸に出て、様々な生活、精度を上げていくっていうことのキーとなったというふうにも言われています。じゃあそちらのピンクが細胞、緑がミトコンドリアになりますが、まあ、エネルギーの材料として、まずは糖を扱います。 例えば糖が、えー、口の中食べて、そして消化管から吸収されて血流に乗って肝臓に行って、そして全身に運ばれていくわけですが、まあ、その中の一つの細胞としてやってきたぞと。そしたらグルコースを細胞が取り込む、そういったチャネルと言われる、あの、そういった出入り口があるんですが、まあ、そういったところは前回の天川先生のお話で非常に詳細にグルッド4とか。 説明いただいたあの通りでございます。そして、えー、細胞の中に入りますと、ピルビン酸とか乳酸って言われるものが作られます。で、このピルビン酸になるときに、え、ATP という通貨が2個と、あとは乳酸っていうのが出ると。そして、このピルビン酸しか体の中はできなかったんですが、ミトコンドリアさんが実はうまく使ってくれる。もちろんミトコンドリアもこの膜がありまして、この膜にミルビン酸を取り込む。 ためのそういった特別な仕組みがございます。そして取り込んでアセチルコー A というものに変えるわけですが、その時にここのビタミン B123、パントテン酸リボ酸とかいろいろあるんですけれども、主にビタミン B123 を使うというふうに今日はイメージいただければいいと思います。そしてアセチルコー A があのかの有名なクエン酸回路、まあ、TCA サイクルっていうふうに英語で言う場合もありますが、 こういった回路に乗って、あの、鉄とか酸素とかを使って、まあ、外に ATP というエネルギー通貨を吐き出すということになります。改めて申し上げますと、糖を細胞に取り込んで、これだけだと2つしか ATP 作れませんが、その残骸をミトコンドリアが二次利用することで、まあ、この時にもちろん B とか鉄とかマグネシウムっていうのがとても大事なんですけれども、36個の ATP を作ってしまう。 で、この作った ATP を人の細胞は利用しているという共存関係です。まあもちろん、この脂肪というものも同じく細胞に取り込んで、まあ脂肪というのはそのまま材料として、この細胞膜、脂質二重層とか聞いたことあるかもしれませんが、細胞膜を構成する脂肪っていうものを作ります。なんで脂肪をあんま取りすぎる、取りなさすぎるとですね、 この細胞自体の核壁がすごい不安定になるとも言われてますので、まあ、死亡もとても大事ですよと。とそしてそれをミトコンドリア内に取り込むときには、よくあの、ダイエットとかで有名なカリニチンですね。まあ、医学的には透析患者さんに、あの、実際に医薬品として投与するということもあります。で、それがケトン体というものを作って、また TCA サイクル、クエン酸回路を乗って ATP 作ると。なので、いわゆる糖を減らして、 え、炭水化物制限ダイエット等をすると、まあ、ケトン体が体に増えると。まあ、それを医学的には脱水とか栄養失調って言ったり、まあ、そういったケトン体を使える体になりましょうというようなことをやっている考え方もあります。まあ、そこは今置いときますが、ここで申し上げたいのは、人というのは細胞とミトコンドリア2つでエネルギーを作ってあって、それをそれぞれ2と36で作って、まあ、ミトコンドリアありがとうございますという世界なわけです。 なので、ここに書いてあります青網掛けの栄養素。こちらが、いわゆるビタミン、ミネラルと言われるえ補光素と言われるものですが、こういったものが体から足りなくなると何が起きるのか。例えば、ピルミン酸がアセチル抗原に変化できない。そうすると、もう材料がないわけですから、この 36ATP 作れなくなってしまうんですね。そして、 ビタミンだけじゃなくて、鉄とかマグネシウムが少なくなってしまっても、こちらのクエン酸回路が回りませんので、また作れないとで。もちろん酸欠だったら作れません。このように、こちらのビタミンミネルが足んないと、ミトコンドリアが主に ATP を作れなくなる。そのように、ざっくりとしてますけれども、今日はメッセージとして持っていっていただければと思います。 まあそして、じゃあ、タンパク質は何なんだというところ、三大栄養素のうちの今、糖と脂質のお話をしましたが、タンパク質は、それこそ体を作る材料、小学生の教科書に載っている、まさにその通りでございます。食事中に入ったタンパク質は、ずー、あ、これ肝臓はないですね。失礼しました。吸収されたものがえ肝臓に運ばれて、そしてえ目的に応じて体中に運ばれて、また合成されると。 なんで、タンパク質は一旦アミノ酸という単位まで分解されて、それが全身に必要なところに届けられます。こことても大事なポイントです。どうしても、後でも一部を説明しますが、アミノ酸製剤っていうのがあるんですね。例えば、パリン、ロイシン、イソロイシン、なんか速やかなエネルギーの補充にとか言っていろんな製品があるわけですけれども、特定のアミノ酸だけを取ったとしても、それは、 筋肉に届け、筋肉に届けって言ったとしても、体は足りないところに勝手に分配します。そのため、あの筋肉には届かずに、元から栄養失調であれば、それが別のところにどんどん使われてしまうということですね。まあ、このような製剤はたくさんあります、医薬品でも。で、こちらはまとめですが、三大栄養素はどういうふうに体で使われるかの割合をエネルギーと材料という。 まあ本当にざっくりとしたイメージとしてまとめました。まあ糖はほぼエネルギー。まあ一部材料です。そして脂質はまあ体の状態に合わせてかなり使い分けられて。材料としてはさっき言った細胞を構成する膜であったりに使われます。で、タンパク質は主に材料。ただアレルギー、アレルギーじゃない、エネルギーって書いてありますのは栄養失調になる。まあ糖脂質がなくなると筋肉をどんどん分解して、それを今度は エネルギーに ATP を作っていくと。まあ、このあたりは天川先生のお話、説明でもあったかと思います。そして、この ATP というエネルギーが足りないとどうなるか。まあ、お腹が空くとイライラする。もう本当ね、そのイメージで構いません。ただそれが、イライラするっていう感情的な側面だけではなく、もういろんな刺激に敏感になる。例えば、戦闘状態になるっていうイメージですね。野生の動物では、 まあお腹が空いてくると全身の交換神経がどんどん興奮してきて、まあ低血糖もそうですけどね、低血度であれば。もう獲物を追いかけるために全力で動く。まあ、少しのカサカサカサっていう音ですらピクって反応する。っていうふうに刺激に対して筋肉だろうが脳だろうが様々なパーツ、特に感覚器が敏感になる。それはつまり痛みを強く感じてしまったり、痺れを本来感じないのに感じてしまったり。 かゆみがひどかったり、まあ、こういった刺激に敏感になるっていうふうにざっくり考えてくださいそしてそもそものタンパク質脂質と材料が足りないと体はエネルギーを作るためにどんどん材料を分解していっちゃいますそうすると筋力が落ちたいもちろん胃とか腸っていうのも筋肉ですからね皆さん焼肉食べると食べますよねホルモンね胃とか腸とかいろんな名称ありますが胃なんて1センチぐらいある筋肉であって で、栄養失調で筋肉分解されていくと、もちろん筋骨格系じゃなくて内臓の筋肉も落ちてきますので、収縮力落ちたり、全動力が落ちたり、消化吸収力がそもそも落ちてしまったり、そもそも胃の中にある消化酵素っていうものは、酵素っていうのは実はタンパク質です。原料は全て。なので、タンパク質足りないと、消化酵素自体も体から減って、体で出てくる食べ物自体を分解したり、吸収したりすることが弱っていきます。 なので栄養失調だからいっぱい食べなきゃいけないんだけども食べてもそもそも酵素がないから分解吸収できないっていう悪循環になるっていうことになります。なんで慢性栄養失調の方っていうのは高齢者だけではなく若い人を含めてとてもその食事の上げ方というものが増やし方というものがまあ難しいデリケートなところになります。そしてここからが症例になります。だよくあるストーリーでございます。まあ、こういった状況の中で まずは並、えー、木先生、鑑、まあ、別なり診察、検査処方なりありますけれども、こ、うん、のいうストーリーからすると、どういったことをまず内科初心とかで拝見したら考えます、うんうん、そうですね、結果が結構長そうですが、まあ、発生の契機自体は、まあ、10代の頃でえっ、ー、で、大学、まあ、大学のまあ免許を取って、まあ、仕事始めっていうところなので。うん まあ、起点は比較的分かりやすかったのかなとは思います。手、うんまあ、相があの、本当にまあめまい、まあ、ふらつきですかね。まあ、ふらつきなのかどうか、まあまあ、めまいと言われる症状なのかどうかも。あと、痛み、まあ、痛みも痛みなのか。うん、あと、痺れも、うん、本当に、まあ、よく痺れなのか。まあ、その敏感なのか、まあ、機能的に落ちているとか、まあ、本当に麻痺しているとか。なんかそういったところを、 まあと先生のおっしゃってたその内科なんで、まあ、ちょっとめまいは話しやすいとか整形外科医なんでしびれと腰痛はちょっと話しやすいとか実は耳鼻科医ったらあの耳鳴りは実はあったとかそういうことになるとちょっと手数はどんどん増えていくかなと思いますので、まあ、その手数の確認として他に症状を感じていなかったかどうかっていう、まあ、問診を加えるのは重要なのかなと思いました。うん そうですねおっしゃる通りで、ね、耳鳴りあるのかとか、まあ、内科でも確認しますけれども、え、耳鼻科じゃないのにそんなこと言っているんですかみたいな、うんね、そういったこと結構ありますよね。うん、まあ実はあの、夜眠れないんですとかね、うん、もう痛くて眠れないとかと、眠れない不眠に関することも、意外とあれ、言っていいのかなみたいな、うん、言,言われないこともあるので、うん、まあ患者さんが自ら話してくれたものっていうのは、本当にその人の主祖なのか。 っていうのは、やはりここは大事なポイントだと思います。で、お、早速コメントをいただきましたけれども、いつもありがとうございます。鉄欠乏性貧血におそらくビタミン B 欠乏だと思います。いやー、まさにおっしゃる通りかと思います。<laughs> もう、あるあるですよね。<laughs> <laughs> これは。うん <laughs> フロアより。<laughs> 鉄欠乏性貧血とビタミン B 欠乏。 まあここでね、あのー、先ほどの病歴の中に、貧血の指摘はされたことがないってわざわざ書いてあるんだけれども、<laughs> いや、やっぱ鉄血防貧血でしょこれは本当にあるパターンですよ、山先生、ねうんはい、そうです、ね、多いですすねね多い今回の,こう多分あの診断のこう起立性調節障害の診断自体も、多分、うんまあ分類まあ4つでしたっけど、ね、まあ、あるとは思いますけど。ね まあそもそもそれで良かったのかなっていうのを考えた方がきっとよさそうかなとは思いました。まあ、効果がまあ,あったっていうわけでは限定的でしたっけね、限定的だったと思うので、まあ、聞いてるときもあるし、聞いてないときもあるっていう分け方をすると、まあ、一つの病気、まあ、病態がずっと続いてるっていう解釈ではなくて、まあ、おそらくその大学に入ったときとか、仕事をしてとか、まあ、30代になってとか。 もしかし、まあ、ライフスタイルで、まあ、もしかして、妊娠、出産とかが、もしあるようだったら、またちょっと変化もきっとあるでしょうし。多分、うん、でも複数のものが、まあ、長く続いてたかもしれないですし、途中で加わったかもしれない。って、うん、いうのは、やっぱり考えていくと、まあ、結構いろいろ鑑別も出てくるなと思います。ですよね。いや全くおっしゃる通りで、フェリチン測んないから分かんないと思います。うん なんかもう私の講義の先回りをしてくださいただ、実は、ね、そこまでいかなくても、ヘモグロビンの数値に対する考え方、感覚っていうのは結構、医者によって異なるんですね。なので、実は栄養失調関係によって菌、菌の筋々症更新の結果、まあ、MPS の増枠ということもよくあるわけですね。 で緊張を更新しますと、まあ、その他には、もちろん椎間板への圧力上昇の結果としての椎間板ヘルニア。もちろんね、これ、診察して本当に神経所見以上があるのかっていうのは、並木先生、先ほどおっしゃったように、とても基本的なところなんですけれども、うんうん、やはりこういったところが、やはりストーリーとしては、本当にあるあるなわけです。うん ストレスがあるならマグネシウム結合もあると思います。はい、おっしゃる通りです。<laughs> <laughs> 先ほどのあのぐるぐるとした栄養の代謝像を見ていただいても、まさに、あのあ、改めてそういった視点で見ていただきますと、ね、ビタミン B が足りないと、フィルビン酸が殺力を得られない。そして鉄がないと、そもそもクエン酸回路回らない。マグネシウムがなくても回らない。回ったとしてもまた鉄が足んないと、 電子電けを浮かななくて作れない、うん、もちろんこの酸素っていうのもねあの今日はお話ししませんがあのいわゆる鼻が悪い子どもたち口呼吸とかね夜間低酸素とか、まあ、そういったことでねまだ一つポイントにはなるんですけれどもまさにこれが回らないということが容易に想像できるという状態でございますそしたらまあ1兆例目ですしこここれぐらいでいいですかね並木、うん、先生ここはいかがです いやそうですね、まあ、非常に全開質の異常、マグネシウムでも、まあ、あとカルシウムですかね、比較的、顕反射とか、まあ、感覚に関して、まあ、低ければ、まあ、特に通覚とか、まあ、振動覚ですかね、なんかそのあたりもあの低カルシウムでしても上がりやすいとか、まあ、そういう変化もありますので、まあ、身体診察上での,あの神経所見、あの麻痺だとか、まあ、機能がまあ同じだとか、まあ、更新しているとか、そういったのも非常に。 あの、見る上では、あのー、数値を見て、ちょっと判断するというまあま、検判者等のこう震災、診察から入ると、また分かりやすいのかなとも思います。この方の立ちくらみも、本当は実際には多分、まあ、ど,のどの段階からとか、まあ、立ち上がりの、本当にごくごく初期とか中期ぐらいとか立ち上がってとか、しばらく時間経ってとか、まあそう言ってしまえば、なんとも切れないかなというところですけど、<laughs> はい。 いやおっしゃる通りで、まあ、軽反者はちょっと次ね、私も診察動画を出し,しますんであ、飛ばしますが、まあ、立ち上がりのパターンっていろいろありますよね。うん、本当にちょっと立ち上がって、その瞬間に脈だけ速くなる、いわゆる頻脈タイプとか、うん、で甘いもので、亜鉛結棒だったら甘いもの好きじゃないですかって、まさにね、甘いもの好きだったりする方っていうのは、うん、あのやはり糖分で、 あの、速やかにエネルギーを解消しようという循環になってるので、うん、大体はまあ糖質過剰だし、うん、そもそもの材料、タンパク質、脂質が足りてない人が多いですね。うん、で、あとは冷たいもの好きっていうのもよくね、私も聞くんですけれども、うん、よく氷をガリガリ食べる人とか、うん、冬でも。大体鉄欠乏です、まずは。うんうん、なんで、これの組み合わさった、この夏が、に皆さんよく食べるものがあるんですよ。うん、アイス。 だからアイス食べるっていうと甘いものか冷たいものかっていうのは一応どっちを好んでるんだろうっていうのは栄養素のどこが足りてないかっていうことを臨床的に確認するためにはよく使います、うん、まあ冷たいものだと、まあ、マグネシウムもそうですけど鉄、うん、甘いものだとやっぱり亜鉛とかね、うん、まあ他にもいろいろありますけどそもそもの栄養失調、うん、ですねというわけで では、ちょっと次に行きたいと思います。まあ、いろんな検判者があります。実際に、ま、ハンマーを使っていろんなやるんですけれども、なかなかハンマーなんて使わないよとか、その、だ体もう、その1プラス2プラスとかわかんないよっていう方も少なくないかと思います。なので、ここは本当にざっくばん。まあ、こんなの医学生に教えちゃったら、私、プロインとしてちょっと立場いいなと思うような <laughs> 内容を正直、えーと、皆さんにお伝えいたします。ちょっと動画流しながらお話しますけれども、これ音声ないですので、 何をしているか。室外剣反射ってのは従来ここの剣ですね。をハンマーなりで叩く。ですけれども、実は本当に更新している方っていうのは手で叩くだけでもいきますし、それこそこのお皿ですね。もうお皿の上自体をトントンと打診もう打芯は皆さんすっごいじゃないですかね。いろんな方。で、実際にちょっと深く腰掛けて足がプラプラした状態で、この皿の上ですね。 だから、膝蓋骨の筋側を叩くだけで、ポーンって出ます。もうこれが出るだけで、であとは実際、今、画像の中で、実は太ももを持っているシーンがあったんですけれども、ここですね。顕反射っていうのは、足の動きを見るだけじゃなくて、実際には異常収縮見てますので、診察で太ももに手を置いて、で、トントンって叩くと、これだったら大腿四頭筋がビクって収縮で動くんですね。検の結果を含めた、よくあるパターンっていうのを例示しました。 先ほどね、フロアからお話いただいたように、まあよくあるのはもう鉄欠乏なんですね。とにかく。で、だいたいヘモグロビン12とか言って、うん、まあ低くないんじゃないっていうふうにずっと言われてきたみたいな。な貧血なんか言わないよって指摘され続けた。ただ、実際に体の血清鉄っていうのは血液の中の鉄。フェリチンっていうのが体全体の貯金ですね。なんで、体の中にどんだけ鉄があるか。それこそ、あの、鉄っていうのは、 赤血球の中、作るだけではなく、ね、先ほど書きましたように、この tca 細工、クエン酸回路自体を回して、ミトコンドリアが ATP を作るために必要なミネラルなんですね。だから決してこれは赤血球だけの話ではないんですよ。なんでこの細胞がどれだけちゃんとエネルギー、ATP を作れているかっていう材料の一つとしてのフェリチンです。 なんで、フェリチンはよく貯蔵鉄ということで、体の中に蓄えられている鉄っていう言い方しますが、実は、それが足りなくなると、ヘモグロビンが減ってくる前に、細胞が悲鳴を上げます。これ、細胞っていうのは、例えば肝臓とか筋肉とかファシアとか何でもいいんですけれどもね、神経でも。なので、フェリチンをちゃんと測定の指標としましょうというのが、この分野の基本になっています。まあ、その他、こういった更新している患者さんだと、まあ、こういう いう女性で多いのは、やっぱり、まあ、甲状腺機能更新症は当然多いです。で、次に、格下です。ビタミン B は。ビタミン B 足んないとすごいですよ。ビルビン酸はせしる為になれない。クエン酸回路は回れないみたいな。だからよく、格下とかの授業で膝小僧叩いてポーンって出ますみたいなことが、別に医師ではない、いろんな職種の医療系のところでは学生時代に学んだかと思いますけれども、まあ、それはそうでしょうと。もう細胞飢餓状態ですから、刺激に敏感です。そして、低マグネシウム結晶。 マグネシウムも実はどこにあるかというと、このクエン酸回路を回すのにとても大事な要素になっています。そして、こういった、あの、まあ、これは実はちょっと頻度はだいぶまた下がるんですが、あの夜勤が多い看護師さんとか、あとは日中はもうひたすら寝てる人とか、あとは結構夜のお仕事の方とか、まあ、なかなか日の光を浴びない方ですね。まあ、海外だと結構多いです。特に北欧の人とか。 そもそも白夜とか含めて日中光ほとんどないみたいな。まあ、ああいった方々っていうのはやっぱりサプリメントでビタミン D なりっていうのをちゃんと補充するということもやはり大事になってきます。なので、実はこういったカルシウム、ビタミン D やあったり。あと、そもそもタンパク質の摂取欠乏これはまあ、それこそ BUN、AST。これ肝臓とか細胞で使うものですけれども、あと LDH。まあ、こういったものが実は普通より低いと、やっぱりタンパク質の摂取少ないんじゃないかとか。 まあ場合によっては、こういった酵素を使うための材料として、ビタミン類っていうものは当然あるので、まあ、それが少ないんじゃないかとかあります。これは内科の血液検査をやって引っかかりません。あの、健康診断でも引っかかりません。ですね。で、カルシウムに関して今ちょうどコメントいただきましたけれども、血液検査では変化分からない、予報でないと分からないと思いますとおっしゃる通りです。なので、あの、 必ずカルシウムとビタミンの比であったり、あ、カルシウムとリンですね、の比であったり、ちゃんと実はカルシウムっていうのはアルブミンの数値で補正しなきゃいけないので、で補正をしてみたり、あとは有利カルシウムっていう2プラスっていうのを血中で測ったり、あとはおしっこの量の中のカルシウムリンを見たり、ということで排泄系が過剰じゃないかっていうのを、まあ、疑っていく場合は行くので、本当に血液検査ワンポイントでカルシウムって測って正常だから否定っていうのは実はできない。 っていうのも、ちょっと細かく言えばあります。で、ここでちょっと、じゃあ、フェリチンっていうのは、もう興味持って測られてる方っていうのも、いらっしゃる方、数十種類とか、二十種類とかありますけれども、まあ、必須アミノ酸っていうものと、まあ、そうじゃないアミノ酸ってあるんですが、これ必須アミノ酸って言われるものっていうのは、体の中で人間が作れないもの、なんで外から取らなければいけないっていう意味で、必須っていう風な名前がついていますが、こういったものが全体がバランスよく取れてなきゃいけない。 それを100点満点でアミノ酸スコアっていう風に栄養の方では言うんですけれども、特定のものを例えば取りすぎてしまうと、実は体は過剰なアミノ酸だけでおしっことかして捨てるっていう風にしてくれなくて、もう全体を結構捨てます。似たようなもの。なんで結果的に特定のものばっか取ると、他の従来足りてたアミノ酸が 相対的に減っていって、結果的にそっちが欠乏症になって具合が悪くなる。必要な体の細胞を作れなくてなるっていうことがあります。えー、例励2です。まあ15歳男性、今度は若い子の例ですけれども、まあ進学校に行ってて慢性頭痛と最近不登校になってきたと。